んにちは、ようこです。これは風祭り。サイズは縦48センチ、横60センチです。漆喰を塗った下地に墨とアクリル絵の具で一気に描きました。これを描いた1997年頃は山小屋の壁を漆喰で仕上げる作業に没頭していました。画材の漆喰はその余りものです。昨日孫たちがうちに遊びに来て、久しぶりに絵本を開きました。風のお祭りは子供が保育園に通っていた30年ほど前、何度も繰り返し読んだ絵本です。乾富子さんのお話も梶山敏夫さんの絵も素晴らしいんです。スパイスが効いたサンラータンのような味わい深いお話で、読み聞かせする大人の方が夢中になったという人も多いのではないでしょうか。この絵は絵本風のお祭りと週末の山小屋暮らしから生まれたものです。山では鮮やかな紅葉が一晩で吹き飛ばされる場面に何度も立ち会いました。くっきりとした季節の変わり目を受け止めて、間もなくやってくる雪に備えなければなりません。大自然と折り合いをつけて生きてきた人たちの末裔として、今でも風のお祭りは冬支度を始めるサインです。さて、風子は薄紫のあけびをいっぱい見つけました。取ろうとするとあけびの実はざらんこ揺れて、どうか風子ちゃん通らないで。木枯らし小僧の旧式が風のお祭りに車ではと風子に頼みました。それなら通らないわ。木枯らし小僧の旧式と友達になりたいもの。風子は通り過ぎていきました。喉が渇いた風子は我慢できずに山ぶどうを一房食べてしまいました。すると急に白い霧が立ち込めて、誰にでもある子供時代のやらかしちゃった失敗や身がすくむような出来事、そんなドキドキがよみがえるお話です。